吉谷さん、一蘭のラーメンって今カップラーメンで評判ですよね。私ね、昨夜ね、セブンイレブンに買いに行ったんですよ。そしたらなくってね、なくってっていうよりも勘違いして一風堂のラーメン買っちゃいました。ですぐに昨夜食べたんですけども、なんか美味しくってね。で、もう一個もね、今から食べちゃおうかなってことです、ね。なんかその街中にいる時と違って、広島市内にいる時と違って、今私の街にね、ラーメン屋ってないんですよね。あの、昔からやってるこの路地裏の中華料理屋みたいなところがあるんで、そこでたまにね、餃子とかラーメンとかいただくんですけどもね、まあ、でもこういう一風堂みたいなね、一蘭とか名の通ったところはないです。でも私はローカルなね、ラーメン屋が好きですね。あの味わい、あの香りね、親父さんのなんかその3密とか関係なく営業してるところ、いいな。いただきます。うん、麺の歯触り一風堂だわ。一風堂ではね、替え玉を2つ3ついただいたような気がしますけども、今替え玉って言っても出てこないですね。ごちそうさんです。